キラキラコウモリを歌う帽子屋帽子屋は、ルイス・キャロルの児童小説、不思議の国のアリスの登場人物。三月うさぎ、眠りネズミと共に、狂ったお茶会の場面に初登場する。奇妙な言動で、アリスを困惑させる。チェシャネコから、三月うさぎと共に、気が狂っていると評される帽子屋は、帽子屋のように気が狂っているという、当時よく知られていた英語の言い回しをもとに、 創作されたキャラクターである。なお、帽子屋は、しばしば、狂った帽子屋イコール、マッドハッターとも呼ばれるが、キャロルの文中ではこの名称で呼ばれることはない。狂ったお茶会第6章、豚と胡椒の終わりでジェシャ猫から言及された後、第7章、狂ったお茶会で、初登場する。この場面では、帽子屋は、3月うさぎの家の前で、3月うさぎ、眠りネズミと共に、 終わることのない狂ったお茶会を開いている。帽子屋がアリスにした説明によれば、帽子屋は音楽会で歌ったキラキラコウモリがハートの女王の不況を買って時間殺しという非難を受けた。以来、それまでは自分の言うことを聞いていた時間がお茶の時間である6時のまま止まってしまったのだという。そのため帽子屋の持っている腕時計は今日が何日かを示すことはできても、 いつかを示すことはできない。このお茶会の場面では、帽子屋は前述の、キラキラコウモリを途中まで歌ってみせるほか、カラスと書き物机が似ているのはなぜだという、答えの存在しない謎謎をアリスに問いかけたりし、その無作法な物言いによって、アリスに腹を立てさせる。第十一章、タルトを盗んだのは誰では、ハートの女王のタルトを盗んだ罪に問われているハートの、 ジャックの裁判において、証人として呼び出されるが、自分は、死がない帽子屋に過ぎないというような要領を得ない、受け答えをして、裁判官役のハートの王を苛立たせることになる。ジョン・テニエルによる挿絵では、小柄な体に水玉模様の蝶ネクタイをつけ、頭に異様に大きなシルクハットをつけた姿で描かれている。シルクハットには、この肩重シリング6ペンスと書かれた札がついており、 帽子が売り物であることを示している。なお、この値段は、後世の挿絵画家によって様々に変えられている。帽子屋は、三月うさぎと同様、帽子屋のように気が狂っているという、当時よく知られていた英語の慣用句をもとに、キャロルが創作したキャラクターである。この表現はより古い言い回しの、マット・アズ・アン・アダーからの転換とも考えられるが、それとともに、当時の現実の帽子屋は、 帽子のフェルトの製造過程で使われる水銀のために、しばしば本当に気が狂ったということもある。水銀中毒の初期症状である手足の震えは、当時、帽子屋の震えと呼ばれており、やがて舌がもつれ、さらに症状が進むと、幻覚や精神錯乱の症状が起こった。現在、アメリカのほとんどの州やヨーロッパの国々には、水銀の使用を禁じる法律がある。 帽子屋のキャラクターは、オックスフォード大学、クライスト・チャーチの用務員で基人として知られていた、セオフィラス・スカーターがモデルになっていると言われている。彼は、どんな天候の時にもシルクハットをかぶっていたことで、狂った帽子屋として知られていた。彼は、発明家でもあり、起床時間になると跳ね上がって眠っている人を放り出す、ベッドというような神妙な発明をした。なお、この発明品は、 1851年のロンドン、万国博覧会でも展示されている。カーターがモデルであるという説は、1930年代のタイムズ紙に掲載された H.W. グリーンの投書によって知られるようになった。この投書によれば、キャロルはわざわざ、テニエルをオックスフォードまで呼び寄せて、差し絵のモデルとするために、彼の姿を見せたという。しかし、マイケル・ハンチャーは、 アリスとテニエルにおいて、キャロルの手紙、日記その他の資料からも、そのような事実を裏付ける情報は見当たらず、伝説として知りけている。ジャバウオッキー氏の1973年統合に、狂った帽子屋は誰か、を寄稿したエリス・ヒルマンは、他の帽子屋のモデルの候補として、キチガイサムとして知られていた、マンチェスターの人物サミュエル・オングデンを挙げている。彼は、1814年に、 ロシア皇帝がロンドンを歴訪した際に皇帝の特注の帽子を作ったという。また、ヒルマンはマット・ハッターが生まってマット・アダーに聞こえれば狂った計算機、計算屋になり、キャロル自身を含めた数学者全般とも会することができる。あるいは計算機械の研究に熱中しすぎておかしくなっていると言われていたケンブリッジ大学の数学教授。 チャールズ・バベッジも思わせると書いている。狂ったお茶会の初めの方で、帽子屋はアリスにカラスと書き物机が似ているのはなぜかという謎謎を投げかける。アリスはしばらく考えても答えがわからなかったので降参する。しかし、帽子屋や3月うさぎは自分たちにもわからないと答え、結局答えのない問いかけであったということがわかる。この答えのない謎謎は、 ビクトリア町の家庭の中でその答えをめぐって、しばしば話題になった。1896年の、不思議の国のアリスの番のキャロルによる序文には、後から思いついた答えとして、以下の回答が付け加えられた。because it can produce, a few notes, so they are very flat, and it is n e v e r put with the long end in front. なぜならどちらも、非常に単調、平板ながらに鳴き声。 書き付けを生み出す。それに決して前後を取り違えたりしない。ここで、決しての正しい綴りは、ネバーであるが、ノバーとすると、ちょうど、例文と逆の綴りになる。しかし、この、キャロルのウィットは当時編集者に理解されず、ネバーの綴りに直されて印刷されてしまった。キャロルが答えをつけた後も、この謎々に対して、様々な人物が答えを考案している。 例えば、アメリカのパズル専門家、サムロイドは、なぜなら、どちらもそれについて、ついてポーが書いたから、なぜなら、どちらにもスティールが入っているからなど、複数の答えを提示している。オルダス・ハクスリーは、この謎謎に対し、because there is a b i n both and one, an n in t h e r という答えを提示している。この文は、どちらも b を含み、どちらにも n が含まれないという意味にも、 ボースという単語には B が入っており、ニーザーという単語には N が入っているという意味にも読める。また、ハックスリーは人間の形事上学的な問いというものはいずれも、この帽子屋の謎々のようにナンセンスなもので、実際にはどれも現実についてではなく、言語についての問いに過ぎないと記している。鏡の国のアリスより、牢につながれた帽子屋帽子屋は、不思議の国のアリスの続編。 鏡の国のアリスにも、ハッタと名を変えて、姿を現す。ハッタは3月ウサギの再登場であるエイヤと共に、白の王の使者であり、第7章、ライオンとユニコーンの場面では、街中で王冠をかけて争っているライオンとユニコーンの様子をパンを食べつつ見守りながら、王たちの到着を待っている。この二人の死者は、どちらも、 アングロサクソン風姿勢と呼ばれるくねくねとした奇妙な姿勢を取ったキャラクターとして描かれる。また、ハッタは平野から牢から出てきたばかりと説明されている。これに先駆けた第四章では、挿絵の中に牢につながれたハッタの姿が描かれている。しかし、アリスはどういうわけか彼らを、かつての帽子屋及び三月詐欺と気づくことはない。アリスを原作とする映画では、 帽子屋は、エドワード・エヴァレット・ホートン、ロバート・ヘルプマン、マーティン・ショートなどによって演じられている。ディズニーのアニメ映画、不思議の国のアリスでは、エドウィーンが声を当てた。ディズニーのアニメ版では、帽子屋たちはお茶会で、お誕生日じゃない日を祝っているが、この言い回しは、原作では、鏡の国のアリスの、ハンプティ・ダンプティによって言及されるものである。 ティム・バートン監督の2010年の本案映画アリス・イン・ワンダーランドではジョニー・ゼップが帽子屋を演じている。この映画では帽子屋の本名はタラントハイトップといい赤の女王によって滅ぼされた帽子職人の末裔という設定でレジスタンスの一員としてアリスの手助けをする。おとぎ話のキャラクターたちが登場するテレビドラマワンス・アポ・ン・アタイムでは セバスチャンスタンが演じている。ありがとうございます。